綾小路くん。はい、皆さんこんにちは、トツです。本日は妖術、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。この作品をね、今回がいよいよこのサバイバル生活クライマックスになりそうなんですけども、前回のお話のラストでね、まあ、大きな動きがあって、でスズメが結構体調不良っていうところもあってか、あのカードキーをね奪われるという形になりまして、でまずここの問題がね、今回どうなってしまうのか。でそのカードキーを離している時に、なんかスズメかな、まあ、綾小路くんのねなんかシルエットが一瞬映ったんだよね。あれが結局一体どういうことなのっていうところが僕の中ではずっとあって、テントをさ燃やしたのは伊吹じゃないみたいな感じのセリフもあったから、実はこのクラスの中でもう一人ね、なんか内部分裂を図ってやつがいるみたいな感じだけど、その正体が綾小路っていうこともありそうじゃない。ただもちろんね、それは D クラスのためを思ってなんかやってるんだと思うけど、でそうなってくると、まあ、僕の中である一つの線としては、 A と C がまあ同盟というか、まあ、裏でつながってる様子があるから、実は B と D の方 もうこの後ろでさ結託してるとかもありそうな気がする。だから今のところ映されてない部分で何か事情があって、綾小路くんはああいう行動を取ったんじゃないかなと、要はテント燃やしたんじゃないかなと僕は思います。この件が終われば、まあ、もしかしたら龍炎だけじゃなく、あの桂木って男もね失脚する可能性がありそう。そういうのもなんか坂柳っていうのは来てないけども、全てこうなることが分かっていたって可能性もあるよね。自分がここをどうにかできるならやってごらんっていう感じで渡しつつ、ほらできなかったでしょみたいなことになって、その分裂していた部分を、まあ、不満持った人たちがね、その桂木派から出てきて、それを全部一気にいただいちゃうというか、やっぱ坂柳さんだなみたいになるんじゃない。でこの件によってで、いよいよ D は C に上がり、 C は D に落ちるみたいな。そうなるとちょっとあの伊吹さんがどうなるか心配なんだよね。特にその龍炎から目つけられて、なんかボコボコにされそうな気もするし、もう C にいられない状況とかになったりしないかなと思って、だから学校を辞めちゃうとかさ、とにかく今言ったね、その僕の想像というか考察っていうのがね、どれくらい当たっているのか結構自信はあるんだけどね。今回最終回ね、まあ、正解がわかると思うで、ぜひ一緒に見ていきましょう。はい、というわけで皆さんも録画したもの、もしくはビデオでまた使って一緒にお楽しみください。簡単なご案内さまして本編スタートです。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ今回なんだっけ。ああそうだ、綾小路くんが、まあ、活躍しますよ、みたいなのを匂わせてるタイトルだね。で、その狂気っていうのが、まあ、龍炎とか、葛城のことなんじゃないかな。あ、そしてここ、鈴音は大丈夫なのか？この今の、ぶっ倒れちゃってるけど。で、この子もどうなるかだよね、この後。ん？あー、綾小路がなんかしたんじゃないの？今のその土。掘り返された後みたいなことでしょ？あと何が埋まってる、もしくは渡すために埋めたのか。え？トランシーバー？龍炎か。これで筒抜け。ん？葛城か？ああ、葛城と直接やり取りしてんのか。このカードキーというかリーダー手とかもね、なんとかできたらよかったんだけど、五千遊。あ、リーダー指名でプラスになってるね。もう全部失敗してしまえ、お前の思惑なんて。ああ、鈴音。いやー、この顔の泥といい、もう前回のあの山内のさ、あの異常行動といい、あれも何だったんだろうね。なんか誰かの指示なのかな。もうあいつの評価ほんとだだ下がりなんだけど、見つけてというか実はそばにいたんでしょ。体調が万全だったらね、奪われることもなかっただろうけど、もう体調と今のね、伊吹さんとやり合って、
傷というかあれもあるんじゃない、痛みとかも。そこはやっぱお兄ちゃんのことなんだろうね。それはあなたもなんだけどね。何がしたいの、綾菜小路は。いやいやいや、信用しないからだよ。もう友達はいっぱいいただろうに。そういう自覚がないのかな。お前も、綾菜小路くんも。もう無理だって。一人でどうこうできる状況じゃないよ、こういうのが始まっちゃったら。いやだから一回ちょっとね、ここはリタイアして、また新たにね、気持ちをさ切り替えてやってほしいね。綾菜小路、優しい、すごく。いやいやいや、もうすぐそうやってバリア作っちゃうんだから、スズメは。ん？ああ、先生連れてきたんだ。いやマジ限界じゃん、気失ってんじゃないこれ。まあ、こんなギリギリの状態でもね、自分でリタイアとは言わなかったし、これ勝手に決めちゃってまた大丈夫かな。出た女子。いやー、まさかそんな軽井沢とさ、この鈴音がそんな仲悪いなんてっていう、前回の話聞いてそこも驚きだったよ。ね、 C のリーダーはね、誰なんだろうね。平田くんかな。いやけどテントを燃やしたのは違うはずなんだよね。なんかこの平田くんもおかしいよね、様子。え、怖いんだけど、この子も。いや、なんか大どんでん返しが来てほしい。大混乱が起きそうだからな。絆を形作っていく。なんか過去に同じようなことして失敗してそうだよね、平田くん。いや、諦めちゃってますよ。心折れちゃってるやん。頼み。なんだ、矢野浩二、何を動いてるんだ、君は。ああ、先生が何、渡したのにかけと。今の羽田っていうのがあいつかな。いや、ちょっと B と D 頑張ってほしいな。本当に？え、綾野浩二くんとあれなんじゃないの？ああ、天狗手組んでたわけじゃないのか。一ノ瀬さんと仲良しだからあるかと思ったり、そういうの。ってことは D、綾野浩二たちの力だけで、なんか、A と C、教えたのかな？なんか記入する名前というか。けどこれで当てたらすごいけどな、綾野浩二。あ、え？え？どういうこと？あー、森から出てきて？船にいたんじゃないの？で、そっからもらうんでしょ、どうせ。え？もしかして何？龍炎、あれかな？
カツラギのこと裏切ったのかな。そんなことない。だからこそ俺はもうあんなパリピみたいに遊んでんのかと思ったけど、船で。はあ。まあそこはなんとなく想像ついてたけどね。撮影した映像、そこをなんかあれでやってたのかな、レシーバーとかで。これ行く前にそういえば顔あれなのか晴らしてたから。いや龍炎のマジやり方。けどそれでも伊吹さんはさ従うんだね。いやーすごいやり方だ。いやこんなことしてたんだね。いや意外と努力しているじゃん龍炎、そんなことしなそうなのに。はあ、坂柳派。それがあれだ、ご塩って書いてあったやつ。誰、まあ、これからのキャラクターなんだろうな、今の顔出ないとこ見ると。デジカメ故障じゃなくて綾小路なんじゃない。ってことはこの現場も見てる可能性あるぞ、綾小路。もしくは D の誰かが綾小路にさ、はあ、匂う。まあけど天然のシャワー降ってるけどね。それちょっとヒゲが入るとイケメンだねこの人。GPS なんだ。先生じゃねこれ、あのムカつく。そうだそうだ、やっぱ C の担任だわ。先生もあれなの、この企画に低下してんの。リタイア。いや絶対これあのカツラギ落とされただろ、騙されただろ。あいつなのね。ちひろちゃん今可愛かったね。龍炎が美味しいとこなんか全部持ってかないか心配。いやいや、ちょっと綾小路くん頼むぜ。まあ、A はもう間違いなくあれだけど、C がちょっと不気味だな。176。まあこうなればね。いやせめて D のリーダーだけでもなんとかなればこの予想覆せんだけどな。いやーどうかな、お願いします。 D 最下位は惜しい。C、 いやーけど A じゃないんだね。よしやばー、ちょっと D1 位やん。すげー。いやーもう完全にもう大多数の人がおんぶに抱っこだろうけどね。平田くん今の表情は何。鈴音がリタイアしててだからな、すごいよね。
リタイアといえばあいつもや。もう今思い出したわ出てきた思い出した噂をすれば一人ここで楽しく過ごしてたのか、みんなが頑張ってる中なんか美味しそうなもの飲んでるし、いつも楽してさ、あれだよね、ポイントもらってるよね。いや全然体調不良じゃないだろう。いやー、てか綾小路くん何を仕掛けたのよ。この状況を作ったさ、絶対立役者じゃん。あー、鈴音が正解聞きに来たかな。まだなんか体調悪そうだね、顔赤いし。ん？あ、酒柳、予想通り。ここは当たった。この人か、さっきのあのシルエットになってたのか。ああ、桂木さんは攻められてんのかな、今ワンサカ人がいて。いいぞいいぞ。なんだ署名って、自分に任せとけばみたいなことを言ってたのかな。橋本くん、ああ、だからやっぱあのトランシーバーでやり取りした人だね。ね、今回のここの痛みくらいは、もう坂柳派は、まあ、そこ受け止めて、いや、てかなんでこの一ノ瀬さんこのポイントあんの？ね、絶対特製政治だろ、ここ。いや今ポイント差どれくらいになったのかな、 D と C とか。ポイントで買えないものはない。え、なになに、なになになに、何買う気？え、どういうこと？好きなクラスに上がる権利って、一ノ瀬さんは B 見捨てる気かな、今までのあれ全部クラスポイントというかさ、もらって。裏切るんじゃないの。で、A に行くというか、坂柳派。けどなんで、あ、綾小路君の名前だわ。交代。正当な理由。ああ、だから体調不良でリタイアしてるから。それで。さすが、さすがです。デジカメ言ってたもんね。あ、持ち出さなきゃいけない状況だからテント燃やしたってことかい？今の含め。ちょっと、うわー、山内くん、よかったよかった。あー、裏がいて、けどこれちょっと綾野浩二くんが言ってたのか。まあそんな行動を取るのおかしいもんね、普通に考えて。ただのサイコパスだもん、あれじゃん。ああ、だからリタイアになるとこまでね、全部道筋として考えてたんだね、筋書き。してたね。いやー、そこも違うのかな。
ここがあれか、さっき言ってた五なんとかって書いてあったやつね。五千優か。で、あいつがリーダー。分かってた。ああ、これ気になってたやつ、昨日。すごい。すごすぎる。いやだから俺 B はさ、この行動というか綾小路にてっきり協力してると思ったけど、これ一ノ瀬さんもしかしたら D に来るのか、この綾小路くん気に入っちゃったんじゃない、そんなことないかな。なんかこの件であれだよね、結構もう誰がやったかっての分かってさ、綾小路くんに注目する人増えそうだよね、ますます。軽井沢さん、あー、この件で、あー、すすねと軽井沢さんのそこのギスギスとかもなくなるの、もう八方よしじゃん。もう最高の大岡さばきだわ、綾小路くん。すべてを良くしたよ。串田さんは分かってそうだな、今の言い方。なんかやったんでしょっていう。嫌い。ね、この子も何なの、本当に。いや、そろそろなんか言ってくんない？ずっと喋れてないこと。え？何それ？何そんな展開来るの？この後。どちらかを選ばなきゃいけないみたいな。しかもその時なんか串田さんの方さ、え？先生？ここで？何なの？あ、A を見させって言ってたからかな。聞かせて。あの男。何者なんだろうね、それ。ああ、そいつから聞いてるってことなのか、綾小路くんの。あ、そのなんか舞台、前出てきてたよね。しじし飛び立てた。けど綾小路くんはそこから自分の意思を持つんじゃないかな、これからこの D で。え？どういうこと？何？え、マジ何者なの？え？何？毎月の。なんだなんだ、ちょっとよくわかんないな。え、まあ、けどまた目、さらに目つけられちゃったみたいなことなのかな、今のは。簡単に言えば。いや、てかもう終わるよね、これ。なんか出てきちゃってるし、いろいろ。どうしたの？
うん、そういうことなのか、平田くんのあれは。あの時、だから鈴にそのね、お膳立てするためになんだよね。で、自分はいつでもできるだろうし、そこら辺はなんだかんだ、あゆみこじくんだってうまくやってるし、100歩譲るの、それでやっと認めてくれるの、そんなレベル。何よ、そんな可愛い顔していって。もういいから、そういう嘘の建前は。それは受けとこう。かわいい。はい、かわいい。嘘つきめ。綾乃浩二くん、だからこの子供の頃にあれかな、蹴落としてきてるみたいなことなのかな。なんか競争社会で生き残ってきたってことなのか、勝って。いや、実力至上主義ってそういうことなのねえ、綾小路くんのそのことを言ってんの。いや、わからない、もういろいろと。どうなってんだよこれ。いや、で、坂柳さんは、まあ、けどますます A クラスで権力を得るじゃん。で、葛城の方は、まあ、今回の件でちょっと権力が、まあ、パワーが落ちてきたじゃん、求心力が。で、 B に関しては、まあ、現状1っぽく見えたんだけども、なんか一ノ瀬さんがテラスでさ、ジュース飲みながら誰かと喋ってたじゃん。その時に他のクラスに行く権利みたいなことを言ってて、あれがどういうことなのかだよね。だから今自分で260万くらいあるから、一ノ瀬さんが D もしくは A に行くってことかい。その場合はさ、残された他のクラスメートどうしたい？一番面白いのは、もし仮に一ノ瀬さんが、まあ、他のクラスに来るんだとしたら、まあ、D の方に、綾小路くんのところに来て、その結果、まあ、B の方に残った生徒から D が恨みを買うっていうのが、まあ、物語的には面白いかも。で、 C に関しては、まあ、相変わらず龍炎が、まあ、なんか仕切ってる様子はあったけど、このままおとなしくしてる様子もなさそうだし、まあ、次の対決っていうのはやっぱ D と C ってことにはなりそうだけど。で、 D の方に関しては、まあ、今回、まあ、鈴音が、まあ、クレイザーさんだけじゃなくて、まあ、クラスのみんなとね、仲良くできる場っていうのを用意してたのが、まあ、綾小路くんで、平田くんがね、クラスで人気あるからってところで平田くん使ってたじゃん。串田さんは串田さんで、私となんか鈴音どっちか選ばなきゃいけない時が来たらどうするみたいなこと言っててさ、なんかすごいフラグっぽいでしょ。そんなことになったら綾小路くん困っちゃうんじゃないかなとか思ってたらさ、もう綾小路くんは誰も信用していないみたいな感じになってるし、鈴音さんそこら辺不器用なんだからとか言ってたけど、それ以上に綾乃浩二くんがやばかったね。ちょいちょいさ、ほんと毎回出てくるあの映像の場所が一体何なのかと、その茶柱先生と繋がってる人が誰なのか、最終的にはこの場から退学していなくなる運命なんだみたいなこと言われてたけど、そこも一体どうなるかだよね。だけどこのね、続きっていうのが、まあ、7月からまたね、妖術の2期が始まるってことなんで、ぜひ今後も引き続きね、このまま見ていくんで、一緒に楽しんでもらえればと思います。というわけでまたね、2期の方でお会いしましょう。以上、動画も突破しました。